東は国内航空機ヨナゴ空港オーバーラン事故は、1988年1月10日に発生した航空事故。ヨナゴ空港発大阪国際空港行きだった東は国内航空670便がヨナゴ空港からの離陸時に昇降打の動作不良により、滑走路をオーバーラン中海に突っ込んで停止した。乗員乗客52人中8人が負傷した。事故機は、 日本航空機製造の IS-11 の109型機で、ロールスロイス社製のターボプロップエンジン、ダート542から10を2機搭載した旅客機であった。機体記号は JA8662、1966年5月9日に製造され、同年に初飛行を行っていた。1966年5月から、東亜国内航空の前身である。 日本国内航空が運用を開始し、事故までには通算で約4万7 2 0 9時間を飛行していた。電車とバスの博物館に展示される、事故起事故後はカットモデルとなり、電車とバスの博物館にて展示された。2016年のリニューアルまではフライトシミュレーターとして展示されていた。当該機の運行乗務員は、機長と副操縦士の2名だった。 機長は36歳男性であり、総飛行時間は約8022時間で、YS-11 では約4384時間の飛行経験があった。副操縦士は37歳男性で、総飛行時間7604時間のうち3106時間が YS-11 によるものだった。事故機は当日、同じ乗員によって7時55分に、 大阪国際空港発米子空港行きの671便として離陸した。9時5分に米子空港の滑走路25へ着陸した。着陸から7分ほどで中期場に中期した。引き続き同じ機体と乗員により、米子空港発大阪国際空港行きの670便として運航するために離陸準備を開始した。9時32分頃、 機長のの操縦により滑走走路25への地上行行を行った当時、気温が一度ほどで弱い周域が降っていた。9時34分に、操縦が副操縦士に引き継がれ、コントロールチェックを行い、離陸滑走を開始した。23秒後に離陸決定速度に達し、数秒後に離陸速度の95ノットに達した。副操縦士が操縦艦を引き機種上げを行おうとしたが、 反応しなかった。これに対して、副操縦士は、重いなぁと発言している。パイロットは、離陸を断念しようとしたものの、速度が112ノット近くも出ていたため、機体は滑走路内で停止せず、オーバー乱し、滑走道端から50メートル沖合の中海に突っ込んだ。事故により、乗客8人が軽傷を負ったものの、死者は出なかった。管制官はすぐに、 美保空港事務所へ連絡し、事務所員が警察や消防へ通報した。調査から670便は正常に加速しており、事故機のローテーション速度である95ノットに達するまでに430メートル走行したと推算された。CVR の記録から基調の VR という発生を受け、副操縦士は操縦感を引いたものと考えられた。 この3秒後に副操縦士は思いながと言っていることから VR に達してから操縦桿を引き続けていたと推測された。また CVR によるとこの時点からエンジンの回転数が低下していた。その他の発言から副操縦士が離陸断念を決断してスロットルを落としたものと考えられた。滑走路のタイヤの痕跡からパイロットはスロットルを落とすのと同時にブレーキを 使用したと推定された。事故時に機体に付着したスラッシュが離陸滑走中に凍結し、昇降打が作動しなかった可能性が考えられた。YS-11 ではこのような昇降打の作動不良が過去20年ほどで十数件報告されていた。うち12件は670便と同様に離陸滑走時に発生していた。 この12件の事例は10から2月の冬季に発生しており、天候は週雪、または降雪後の曇りであった。また、7件は除雪したにもかかわらず発生していた。すべての事例でコントロールチェック時には異常はなく、パイロットたちは VR 付近で異常を認知していた。このような異常が起きた際、場合によっては離陸を中止した事例もある。 エプロンに引き返す途中で、コントロールチェックを再び行ったが、昇降打は正常な状態に戻っていており、ほとんどの事例で凍結は確認されなかった。一方、離陸を行った場合には上昇中にも異常は続き、運上に出てから解消された。事故原因として報告書では、昇降打に付着したスラッシュが凍結したため、機種上げが難しくなったことを挙げた。また、 離陸中止を行ったが安全離陸速度を超える高速で滑走路上にスラッシュがあったことと試客分担重量が小さかったためブレーキ効果が減少し滑走路内で停止できなかったと述べている。ありがとうございます。